昭和49年の年頭にあたり、山中長官は、自衛官は国の平和、独立、安全のために命も懸ける決意を持ち、我が国防衛の目的を果たす存在となれと訓示した。新春恒例の東京箱根間往復の大学駅伝競争に第一師団のジープ33両と隊員約40名が正月休みを返上して競技の運営を支援した。絶好の飛行日和に恵まれた1月8日午前8時、海上自衛隊第21航空軍市川軍司令が直属する第101航空隊の HSS210機が初春の大空に初飛行した。自衛隊が創設20周年を迎える年の春、1月15日、この日二十歳を迎えた若い自衛隊員たちは、温かく見守る先輩の自衛隊員と共に成人となる門出を祝った。1月下旬、日本全土を覆った寒波は各地に大雪をもたらした。中でも長野、新潟の豪雪地帯は雪のため交通も途絶え、住民の生命は危機にさらされた。長野、新潟県方面の東部方面隊各駐屯部隊はそれぞれの県知事の要請を待って直ちに出動、温かい支援活動を行った。積雪量が230センチとなった秋田県横手市では、東北方面隊の計画的組織的な支援行動が市民に数多くの教訓を与え、心から感謝された。北国のメルヘン第25回札幌雪まつりは2月1日に開幕した。今年作られた雪の彫刻は大小合わせて187、そのうち17の作品は影の主役とも言うべき自衛隊の手によって作られ、好評を博した。北部方面隊冬季戦技競技会は2月7、8の両日、島松演習場と西岡射場に各部隊の代表をはじめ、特別参加の東北方面隊の選手約1200名を集め、バイアスロンなど5種目の訓練成果を競った。猪苗代国体といわれる冬季国民体育大会、2月18日、皇太子殿下をお迎えした大回転競技場では、国体スキー競技会支援の東北方面隊の支援隊長らが、皇太子殿下から、毎日ご苦労様です、今後とも頑張ってくださいと、親しく激励のお言葉をいただいた。大会に参加した選手はもちろんのこと、一般の観客からも、自衛隊の支援ぶりは感謝の的となった。雪の進軍、氷を踏んでと歌に歌われ語り継がれた八甲田山歩兵第5連隊の遭難の日。今年も何十年ぶりかの大雪に見舞われたが、青森駐屯地第5普通科連隊は
毎年の恒例通り雪中野営を行ってこれを踏破した。北海道に流氷が押し寄せる頃、綿密なデータを求めて空から行われた流氷観測に陸上自衛隊の航空機が支援した。3月21日、防衛大学校本科生422名の卒業式が行われた。常に国民と共にあり、国民と共に歩む存在でなければならないと、田中総理大臣の訓示が晴の卒業式の花向けの言葉として贈られた。温泉の出る別府駐屯地内に陸上自衛隊別府地区病院が設置され、開院式が行われた。この病院は隊員の公務上に受ける障害のうち特に多い運動機能障害のためのリハビリテーション専門の病院で、3月30日開院した。小原台の桜が満開となった4月5日、防衛大学校本科第22期生537名と理工学研究科第13期生65名の入学式が行われた。続いて4月25日、防衛医科大学校の第1期生入校式が仮校舎のある航空自衛隊入間基地の大講堂で行われた。43.3倍という難関を突破した46名は、6年間にわたる勉学への第一歩を踏み出したのである。市ヶ谷駐屯地を訪れた山中長官は、市ヶ谷に所在する陸海空自衛隊幹部30名と会食、各部隊の任務の重要性について懇談した。昭和19年4月、米軍機によって投下された250キロ時限爆弾3発と1トン普通爆弾1発が所沢市内で発見された。第1師団第1武器隊不発弾処理班は4月15日から19日の4日間にわたって作業を続け、無事これを処理し、この地域の住民をほっとさせた。4月20日の朝、第15次南極観測支援を終えた砕氷艦富士は、森田艦長以下181名の乗組員を乗せて東京港晴海ふ頭に帰国した。この度の任務中、尊い殉職をした故新谷三曹の遺骨が悲しみの符水槽の中に、
父正信氏の手に引き渡された。4月25日、午後3時過ぎ、山形県大蔵村赤松地区で山崩れがあり、直ちに第6師団が出動。約250名の隊員が1日3交代の徹夜作業で救援活動に当たった。また5月9日朝、伊豆地方を襲った伊豆沖地震は各地に大きな被害を与えた。とりわけ全滅に近い被害を受けた中城地区を中心に、東部方面隊を主力とする延べ 21,250 名が出動。必死の救援活動が展開され、地震におののく町の人と協力して復興作業に努めた。新緑燃える大屋の原演習場。第8師団を対抗部隊とする第1空挺団の降下演習が行われ、100個のパラシュートの花が次々と降下、対抗部隊陣地との攻防を繰り広げた。6月6日7日の2日間、 F-104J 戦闘機による戦技競技会が小松基地と若狭湾沖射場において実施され、全国から7飛行隊が参加してその技を競った。競技の結果、総合で第201飛行隊が前回に引き続いて優勝した。6月5日、タイ王国の国防大学院のメンバーが東京目黒にある防衛研修所を訪れた。スクラム少将以下22名のメンバーは所長室で挨拶の後ブリーフィングを受け、その後活発な意見の交換が行われた。続いて6月10日、イランからマハメッド・ノリ陸軍准将以下23名が防衛研修所を訪問、和やかな交換が行われた。第2航空団では第201飛行隊のアラート任務終了に伴い、6月29日飛行隊の解散式やアラート任務終了式を行い、去りゆく F-104J に別れを惜しんだ。第2航空団の第201飛行隊は10月1日付をもって廃止された。18日、第2航空団に臨時第302飛行隊が発足した。7月1日付をもって中村隆平統合幕僚会議議長はその職を勇退した。後任には航空幕僚長白川元春空将が就任した。内機の機動訓練が7月1日から6日まで北海道千歳で実施された。7
7月1日から2日間で軌道準備を終えて千歳基地を出発した多くの機材は島松演習場に到着。内機は全ての発射準備を完了して訓練の目的を達した。夏の最中、北海道石狩川では7月24、25の2日間第10普通科連隊による渡河訓練が実施された。演習は第11および第102の施設大隊の協力を得てボートの移動や搬送、潜入部隊の渡河、攻撃などを行った。隊員たちは基本動作から渡河攻撃まで一睡もせず頑張り通し、日頃の訓練成果を遺憾なく発揮した。7月29、30日の2日間北海道網走北見地区で行われた第14回里親里子キャンプ大会を美幌駐屯部隊が支援した。北海道の夏の夜、赤々と燃え上がるキャンプファイヤーを囲んでのコーラスやダンスなどの楽しい集いが消灯まで続いた。陸上自衛隊北部方面隊所属の第一戦車軍が第一戦車団に昇格。8月1日北恵庭駐屯地で開編式が行われた。第一戦車団は兵員1880名、戦車222両、装甲兵員輸送車127両に及び、人員装備は従来に比べ一段と強化された。皇太子殿下をお迎えして4年ごとに開かれるボーイスカウトの祭典日本ジャンボリーは今年で6回目を迎え、8月1日から6日間北海道東千歳駐屯地の千歳原で外国スカウト424名を含むおよそ2万7000名が集まって華やかに開かれた。第7師団は無事大会終了まで地道な支援活動を展開した。一方、長野県戸隠高原ではガールスカウトアジア太平洋国際キャンプが8月1日から8日まで緑と清浄な大気の中で開催された。人種、文化、宗教の違いを超えて友情と信頼を深めようとする少女たちのために東部方面隊の支援部隊250名は5月中旬から会場作りに着手した。その隊員たちの努力は赤々と燃え上がるキャンプファイヤーの炎のようにいつまでも少女たちの心に残ることだろう。同じく8月1日自然と躍動のハーモニーをテーマとした第12回全国少年団大会が秋田県田沢湖町で開催された。東北方面隊の支援部隊はキャンプ場の整備など受け入れ体制を整え大会を支援した。今年も全国各地で伝統を誇る郷土の夏祭りが繰り広げられた。日頃の訓練を離れて隊員たちも心からくつろぎ祭りのムードを高めた。掛け声も勇ましく積極的に祭りに参加した各地の隊員たちは地元の人々と親睦を深め合った。中学生、高校生を対象とした朝雲友の会主催の夏季航空教室が
8月6日から9日までの間、航空自衛隊の等の基地で開かれた。参加した中学および高校生たち約300名は YS-11 の体験飛行をはじめ、空の知識を熱心に吸収して3泊4日の日程を楽しんだ。陸海空自衛隊の活動ぶりを紹介する自衛隊展が福岡県久留米市のデパートで開催された。子どもたちが目を輝かしたレインジャー部隊の素晴らしい技術、夏休みを楽しくする親と子の社会化をキャッチフレーズに、自衛隊展は入場人員12万5千名を数えた。陸海空自衛隊共同の大震災対処演習が8月26日の非常固守で始められた。炎上するビルディングに木更津駐屯地から飛来した V107 ヘリコプターが屋上約10メートルに空中停止。隊員がロープを伝わって屋上に飛び降りるリペリングの展開。防災の日9月1日、各地区の災害訓練参加をもって6日間の演習の幕を閉じた。9月3日午後1時、決戦の火蓋が切って落とされた。4日の早朝、戦車 APC を先頭に攻撃隊は状況を開始した。第11師団の対機甲戦砲研究演習である。この演習を視察した北部方面総監は隊員の健闘を称えるとともに、師団の創意工夫した大気構築場は注目に値すると述べ、将来とも研究成果を上げるよう要望した。富士共同団による総合火力演習が9月12日東富士演習場で実施された。演習は成功裏に終了し、多数の見学者に深い感銘を与えた。第29回国民体育大会秋季大会は10月20日から25日まで茨城県水戸市の笠松運動公園競技場を中心に開催された。陸上自衛隊は勝田駐屯地の施設学校が主体となり、東部方面隊などが協力して通信、輸送、救護など全面的な支援を行った。10月13日航空自衛隊の創設20周年を祝う行事が入間基地で盛大に催された。折やしく雨にたたられたが、この日を待ちわびた親子連れなど約3万名が入場して、会場は終日にぎわった。今年は自衛隊の成人式ともいえる創立20周年記念日を迎えた。中央観閲式典は朝霞訓練場で約7300名の観衆の見守る中で行われた。陸海空の精鋭約5000名、
家宝車両約240両が雨の中を整然と行進し、自衛隊のたくましい姿を国民の前に披露した。防衛大学校の第22回開校記念祭は11月8、9、10日の3日間、同校を中心に開かれた。和高度のエネルギーをぶつけ合う伝統の棒倒しをはじめ、数々の催し物は見る人々を楽しませた。第二次田中内閣が11月11日に発足。これに伴い山中防衛庁長官は辞任。新旧長官の離着任式は11月12日防衛庁で行われた。第30代防衛庁長官として就任した宇野宗介氏は、国家を守るということは民族将来のために崇高なる任務である、自分は諸君と共に職務に励みたいと訓示した。11月18日、宇野長官は東部方面隊諸度巡視のため東京練馬駐屯地を訪れた。長官は幹部挨拶、状況報告を受けた後、雨上がりの衛艇で第一師団の精鋭1600名の行進を観閲した。11月19日、アメリカのフォード大統領を迎える東京赤坂の迎賓館。日米修好から数えて114年目、初のアメリカ大統領来日という歴史的な歓迎式が行われた。陸上自衛隊の中央音楽隊と特別儀仗隊らは一糸乱れず見事にその大役を果たした。11月19日の朝、3万6000海里156日間の長い航海を終えた海上自衛隊遠洋航海部隊が横須賀港に入港した。11月25日、今年も砕氷艦富士は第16次南極観測支援の任務を帯びて東京晴海ふ頭から南極へ向け147日間の長い航海に旅立った。11月9日、東京湾で LPG タンカー第10誘導丸とリベリアの貨物船パシフィックアリス号との衝突事故が発生。海上自衛隊が急遽出動し災害処理に当たった。燃え続ける誘導丸は対潜哨戒機によるロケット弾発射、潜水艦による魚雷攻撃、さらには護衛艦の艦砲射撃などによって深さ6000メートルの海底に沈んだ。三木内閣が12月9日に発足。翌10日には宇野長官の離任式が行われた。引き続き防衛庁長官に坂田道太氏が就任した。坂田長官は、国の防衛ということはまさにこの過去現在未来にわたって
ますます発展してやまない日本民族の命を守っていくことであると訓示した。若い力が美しい旋律を生み躍動する昭和49年度自衛隊音楽祭りが武道館で開催された。その若い力、若い魂が結集して今年も国の安全を支えてきた。自衛隊はたくましい成人となって昭和49年を終了したのである。